西本町駅は兵庫県神戸市中央区元町通り6丁目にある阪神電気鉄道神戸高速線の駅。駅番号は HS34。当駅を含む前後の区間は第三種鉄道事業者の神戸高速鉄道が東西線として施設を保有し、阪神が第二種鉄道事業者として営業を行っている。2010年に実施された 駅案内番頭のリニューアル以後、駅出入り口の案内番頭には、阪神神戸高速線と表記されている。直通特急の一部が停車する。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。地下2階のホームは、線形が急カーブとなる場所に設置されているため、電車とホームの隙間が比較的広い場所がある。 ホームの有効長はおよそ150メートルあり、阪神車と三陽車は7両まで停車可能であり、また、阪神車より車長が長い近畿日本鉄道の6両編成も停車可能だが、2012年3月20日より土曜、休日のみ運転されている、新海地始発の奈良駅快速急行は、阪神車での運用に限られているため、近鉄車が当駅に停車する運用は存在しない。 改札口は地下1階の東西に各1カ所設置されている。エレベーターは東口に設置されており、地上入り口からコンコースの改札外観と改札内と下りホーム館が1機と改札内と上りホーム館が1機設置されている。下り姫路方面域ホームには赤道車時代の阪神パス線形が描かれた直通特急ご案内の案内板が残っている。 実際には校内に上記の乗り場番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪神アプリの行き先表示機能では、梅田方面が1番線、姫路方面が2番線とされている。ダイヤ上りは直通特急、特急が毎時4本、普通が毎時6本発車する。下りは毎時10本発射するが、高速神戸止まりが多く、姫路方面へ直通するのは毎時4本となる。 なお、全列車、板宿まで各駅に停車する。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。ありがとうございます。